たでしょ、多分入ってきちゃった。入れさせないで、そんなとこ。私が趣味がね、全然なくて、休みの日にすることがないわ、ないわって言ってたらね、まあじゃあいろいろ趣味を探すような企画をやるかというところで、まず連れてこられたのがこちら、原宿かわいい動物園っていうかな、竹下通りにあるところね。いろんなネズミとか、ネズミっていうのかな、なんていうの、こういうのミアキャットとか、そう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 、ペレットとか、あとキツネもおねんじゃん。キツネさんもいるみたい。今日は休みやけど、猿もいるらしくて、まあ、ちょっとストレスも溜まってるだろうしさ、動物ってさ、よしよしするだけでもなんかストレス軽減されるらしいよ。あ、そう、うん、俺、ストレス溜まってんのかな。溜まってるやろ、それ気づかんと。あのストレスやと思う。男の胸筋が見れないストレス。あ、それはね、残念ながらね、見れるようになりまして、ここ最近ある程度見させていただいておりまして、ストレスをそこでこうピョ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 って発散して。触ってんの？そうよ、触らせていただいてるね。やだ、ひどい。詳しいこと言うのはやめるわ。帰れお前は。かわいい。これアレちゃんに似てるわ。なんでやねん。見て見て見て。これ、え、何これ、めっちゃ怖いんだけど。あん中で交尾してるわけじゃないねんけど、ラブラブしてる。ほぼほぼシックスナインに似たようなもの、ね、やめなさい。すみません、ミアキャット触って。ミアキャットさんにしてみます。クソかわいい。これさ、もうティモンとプンバのティモンやん。トリキャ、トリタはトリタ。え、なんか泣き読んで嫌がってるんじゃん。怖がってんのかな。ふくいてのお話ししてる声に。ここさか触ってもらうの。めっちゃ可愛い。ほんま可愛い。やばい、なんでこんな可愛いの。やばい、買いそう。でもちょっとうんこ事情とか気になるから、ね、何食べるんですかこれって。みやちゃん、私野生ではお肉、お野菜でも何でも食べれちゃう。お肉も食べるんだ。一番好きなのが虫が一番好きです。あれやわ。そうか、やっぱやっぱライオンキングでやっとったわな。そういや、虫取って食べとったわ。やっぱ虫食べてるやんな。お店ではキャットフードとかをメインであげてます。あとハリネズミさんのおやつのミルワームっていう虫さんが一番好き。それから食べます。いくらぐらいなんですか、これ自分で買いたいってなったら。みやちゃんの生態剤ってことですか。そうです。ですね、安かったら20万円ぐらいから。安くて20万の。はい、あのブリーダーさんとかからお迎えすると50万円ぐらいとかになったりする。でもさ、なんか一人でさ生活するイメージないからさ、2匹以上で飼わんとな。だから一緒にこう立つしかないね、こうやって一緒に。全部で7匹いるんですが、抱っこ好きな子が3匹しかいない。あ、そうなんや。あとはみんな怒んねやん。え、いいんですか、どうしたらいいんですかこれ。そのままで大丈夫です。え、めちゃめちゃおしゃべりが好きな子で、ガンモちゃんって言います。ガンモ、はい、あ、おしゃべりが好きなんだって。あ、怖い。かゆいらしいで、なんか。ガンモ履いてあげて、かゆそう。かゆそう、かゆそう、ほら、ここ、ここ何してんの。ほんとだ、ムンムンって言ってる。何してんの。目合わせてくれへんけど。でも、目がパチパチじゃなくて、横に、横に締まる感じ。かわいい。ミヤちゃんの血が、あの長い爪が特徴で、爪で巣穴とかガリガリしたりとか、虫さんを探すときに、あの、巣穴ほこりとかが目に入らないように、瞬膜っていう目の膜が発達してまして、それが横に閉じます。あゆちゃんの髪の中に虫おらんか探してもらう。ちょっと待って、それ汚すぎだろ。私風呂入らなさすぎるだろ。どうやろう、初めてオカマに出会ったかな。こことここは仲いいんかな。また抱かれよるわっつって言ったんじゃん。お前も抱かれてんのか。まあ、こういうビジネスやからな。こうやって抱かれとったらお金も、あの餌もらえるし。そんなさ、その喋りしてたらやーい。一緒に泣かないでいいから。なんかね、一緒に泣かなくていい。あ、みんな立ってる、立ってる。幼虫です。死んでるんですけど。来とったらびっくりよ。ブラス好きやんな、これ。ブラスこれ食べたことある。食べるか。え、見て、もうほら、行く気満々やで。見つけてしもうた。え、これこのままこう、これでいいの。うわうわうわ。あんた。うわうわうわ。結構激しいな、思ったより。え、なんかこんなに美味しそうに食べとったらなんか美味しいんかなって思えてくるよ、ね、やっぱちょっとブラスも食べてみる。 いいよいいよ。なんかアレちゃんが餌あげたからさ、アレちゃんの方が好きかもしれない。これほら、俺のこと全然見てくれへんもん。どうしよう、ガブッ使っていかれたら。
俺ミーアキャット自体初めて見たもん。ミーアキャットってテレビでしか見たことない。なんか友達飼ってるけど言ってたのがあんまり人慣れする子がなんか珍しいんだって。あそう、野生の子が多いからそのあんまり触られたりとか抱っこされたりするの嫌がるらしくて珍しいんだって。ガモちゃん嫌がってる。嫌がってる。話するの好きなんです、ね、ガモちゃんに。女の子。女の子でーす。かわいいガモちゃん。ありがとうございます。幸せにたくましく生きるのよ。何年ぐらい生きるんですか。みやちゃんはですね10年ぐらい、10年から15年ぐらいって言われて。もう今何年ぐらい生き終えたんですか。今が今4歳です。あ、じゃあまだ10年ぐらい生きるやん。まだ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 働いてもらわんと。え、猫科なのこれ。マングース科になります。何マングースって何、まあ、ちょっと多分ミッツマングローブみたいなこと。違います全然違います。やめてもらっていいかな。全然違う。マングース、カブとマングースのマングースです。ああのさ、なんか砂漠にミツマングローブがいるのをなんかちょっとなんか。じゃマングローブは草やからな。すごいね、あれ餌なん、あれうんこ餌？あれ餌？あれはご飯で。あ、ご飯か。あんま違いがないですね。確かにちょっと間違えそう。かわいい。え、いいですか。ねむねむ、え、しじする。いや、液体、液体だよ、本当に。溶けそうだね、君。どうやって持つんですか。これでいいんですか。え、いや、え、いや、なんか入ろうとしてくんねんけど、いや、やだ、入らないで。入ってきちゃった。入れさせないで、そんなところ。え、見て、いや、いや、服の中に。私も服の中に。服の中に入ろうとするね。ほら、これ映像としては何も映ってないっていうね。ここにこうやっておんねん。こん中入る。ほらこんなか、こんなか入り、ほら、こんなか、こんなか入り。助けて。かわいいね、君。なんかブラスに似てるよ、もう白くて。ちょっと大きいな、こっちの方が。あれ？あんたの方行ったけど。あ、入れ替わったの、ね、入れ替わったの。そう、こっちに来な、もうこの中にほら。もう入れていくスタイル。ちょっと持ってあげる。動画映え全然しないんだけど。いやー、ほんまありがとうございます。ポトって落ちそう、この下ポトって、ね、なんか本当についてんのって感じ。バイバイ。プニュプニュでほらなんかおもちゃみたい。あ、こっちが男の子。そ あ、そういうことか。どっちも可愛いわ。足が入るんだよ、ね、うわうわ、パクパク出てる。ちょっと耳触ってみようか。全然大きいし反応もないわ。足を触ってみ。あ、ピクってピクってしちゃう。お膝の上とかにも全然登ってくるので、よかったらいっぱい撮ってみてください。びっくりしちゃった。食べるって。ほら、食べるって。いや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 。いや、すごい。これどうしたらいいんやろ。ここ、あ、もう覚えてんねん。よかったらおやつどうぞ。手の上に。あ、ちょっと待ち、あんた、ちょっと待ち。ちょっと持っていただいて。アニメみたい。で、ここに乗して、こうやって、こうやって渡す。いやいやいや。ああ、おいしい？まだあんで。まだあんで。食べる。え、めっちゃ可愛いわ。え、めっちゃくちゃ可愛い。ちょっと欲しい、これ可愛すぎる。男の子やったっけ。男の子です。食べる。いやあれちゃんも食べて、食べ物与えてみて。いや可愛い、可愛い。こんなに可愛いことってある？え、うん、あのさ、なんかリアルじゃないみたい。こんなアニメみたいなのいるもないの、ごめんね。もう用はないって。用はないから寝るんかな、この後。すごい。これキツネフェレット？え、キツネ科でしょ、多分。キツネ科。これより大きいなのかな。どうしたの？あれやろ、餌終わったんかいって言って、そう。いや、いや。キツネは俗になる。こんな鳴き方するんだ。
怒っちゃった。なでなでされるの好きなんですよ。上から？そうです。なんかかゆそうにしてたけど、あんたがなでるから止まっちゃって。ああって。もうあれよね、餌食ったからもう用なしやっか。用な時間もほんま。俺と性格が似てるわ多分。もう金なったやろっていう何？似てる。あ、すごい可愛い。近くにちゃんと取れなくなるんですよね。すごい気になってるね。私なんか男の子が嫌いなんですけど、どっちがあるのって思ってるの。だからお釜なのよ。だからさ、わかんないのね。え、男の子なんですかこの子自体は。女の子なんですよ。あ、女の子で。男の子が嫌いです。だからお釜は大丈夫だっていうことですよ、多分。キーちゃん。キーちゃん。慣れてないとかすると。このキーちゃん。ああ、可愛い。こちらの人が苦手なんですよね。わあ。この子もこれで大人の大きさです。この子も4歳の子ですね。っていうかお姉さんの動物愛がすごいよな。この店で一番動物が好きそう、ね、幸せですか。じゃあそうです、幸せですかって一緒に働いてるって感じ。そうやんな。自分も昔は YouTube やったら楽しそうやなって思ったけど、だんだん疲れてきました。やめなさい。なんかこれめっちゃ噛まれまくられてこんなふにゃふになってるんじゃないですよね。あの洗濯でそうやん。あの絞るときにふにゃふにゃになっちゃいました。毛並みに向かって触れば大丈夫みたいなことなんやろうな。おとりしてちょっと寝ちゃいます。なにこれ、何食べるんやろう。これもこれも虫とか食べるんですか。完全昆虫食ですね。へー、もういいやん、あんたと一緒にこう餌食えるやん。ハリネズミと一緒に、うん、すごい、びっくりした。私もびっくりした。目が全然見えてないような動物さんなので、上からの刺激すごく弱いんです。あ、そうなんや。急に元気になった、ブラスに乗ったら。おかまよ。おかまよじゃない、やめなさい。どんどん走っていくので道を元気。道を作らなければ。こうやってこうやってね、こういうことやん。できるね。ほんでうまいやん、うまいやん。運動神経がすごいんですよ。意外。急に元気になっちゃった。ね、さっきなんか寝るみたいな感じだったのに。目見えへんねやん。なんかモグラとかも目見えないもんね。モグラ？モスラみたいに言うなよ。アレちゃんの胸に向かってブシって。そしたら中に入ってるシリコンがブシャって。あのシリコン入れ、どんだけ小さいシリコン入れてんの。うんこした。ほんまうんこした。うんこした。うんこ中、うんこ中。うんこが、うんこ出てます。ちょっと。あんたうんこ中のあげる。いやなんかやっぱ触るとストレス発散するっていうか、なんか。あの普通にめちゃくちゃ楽しい。だから遊びに来るんやったら星5やねんけど、趣味として毎週来るわけにはいかへんやん。でも懐いたらさ、飼いたくなるから。それはそれで、でもそれってホストみたいなもんやん。ホスト、自分の家でも休みの日でもいつでもできるっていう、混雑してなくてもっていう趣味をちょっと次は探してほしいな。原宿かわいい動物園、みんなもぜひ来てみてね。